川端です。よろしくお願いします。今回は共通部分和集合ということで集合のね話をしていきたいというふうに思います。まず2つの集合 A と B があります。で、その時に重なり合ってるところ A と B の共通部分、ここの部分を言います。これをですね A と B のですね共通部分ってことなんだけど、こういう記号を使って表します。この記号はですね、なんて読むかっていうと、A、キャップ、B、キャップですね。キャップっていうのは、帽子。帽子ですね。帽子。こう帽子。これ、上が、もちろん閉じられてますね。下が広がってますね。だから A、キャップ、B。まあ、意味としては、A かつ B というふうにして考えてください。A と B が重なってるところですね。続いて、この A と B が少なくとも一方に属している集合、つまりこの全体の集合になりますね。これここの部分全体の集合、これはですね和集合って言います。で、和集合はですねこういう記号を表します。これは A カップ B、 カップ、コーヒーカップとカップですね。これ上が空いてますね。なので上が空いてます。 A キャップじゃないよ、ごめん、カップ、A カップ B ですね。はい、ということなので、まあ、こっちがキャップ、こっちがカップですね。で、意味としてはこれまたはと同じ意味というふうに考えてください。 A または B、 ただちょっと普段使っているまたは、日本語で言うまたはと同じような意味合いにはならないので、そこちょっと気をつけてほしいんだけども、まあ、例えばですね昼ご飯ですね、カツ丼またはラーメンどっち食べるって聞かれた時に、カツ丼またはラーメン、これ普通の答えとしてはじゃあカツ丼食べるかラーメン食べるかっていう風になってしまうね。カツ丼かラーメンの二択ですけども、数学的にはですねこれ少なくとも一方っていうのはこれ両方食べる、要はこの共通分ですね、両方食べるっていうのも OK ですね。カツ丼食べてラーメンも食べるよっていう選択肢もあるんですよ。わかるかな？カツ丼食べるか、ラーメン食べるか、カツ丼とラーメン両方食べる場合。なので、このまたはっていうのは、数学的にはこの少なくとも一方に属している状態なので、この重なってる部分だけ OK なんだよってことですね。そこだけ気をつけてください。で、これが3つの集合になっても同じです。まあ、例えばこれ、A、キャップ B、キャップ C。A かつ B かつ C っていうことは3つ重なったところだからここになるんですね。で、逆に A カップ B カップ C、 A または B または C って言われたらもうこれ全体の集合、ここの部分ですね、全部が答えになるよということになります。3つになっても同じような意味になるので気をつけてください。はい、そしたらですね実際の問題に入っていきます。2つの集合 AB について A キャップ B、 A カップ B を求めなさいという問題です。まず A が X、 X は18の正の約数、もうちょっと書いちゃいましょうかね。18の正の約数は1、2、3、6、9、18になりますね。まあ、集合で表すなら鍵括弧で表します。続いて12の正の約数だったら1、2、3、4、6、12になりますね。そうするとまず A キャップ B、 A かつ B はこれ重なったところなので、この2つに共通してあるもの、1共通してありますね、2も共通してある、3も共通してある、6も共通してありますね。この4つが共通してありますね。なのでそれが答えなので 1,2,3,6 というのは答えになります。続いて Aカップ B、 A または B ってことで A または B なので、まあ、これ全部は答えになるんですね。つまり 1,2,3,4,6,9,12,18 全部答えです。これ出てくる数字ね、もちろん2回書く必要ないですけどね、出てくる数字全部が答えなので 1,2,3,4,6,9,12,18 というふうになります。続いて括弧2番 A が X で X は1より大きくて3より小さい、また B は、3以上5以下。で、これは特に何も書かれていない場合は、特に整数とかに
限られてるわけじゃないので、例えば1の6って3より小さい整数は2ですけども、別にこれが2だけを言ってるわけではありません。 1.1 も OK だし、 2.72 とかでも OK だしね、別にこれ整数とは限らないよと。まあ、あのルート2とかもね、この範囲入ってます。なので1より6って3より小さい、まあ、実数です。実数だよということですね。そうするとちょっと不等式で表すと、まず A の方は1より大きくて3より小さいと、で B の方は3以上5以下と、こうなるんです。でまず重なったところなんだけど、これ重なったところないですよね。まあ、もしもここにイコール入っていったら3が重なりますけど、まあ、ここイコールもないので重なったところは何もない。何もないっていうのは答え方としてどうやって答えるかっていうと、これは空集合、ファイってやつでしたっけな、まあ、これファイっていう記号ですけども、空集合でしたよね。だから何もないよって空集合で答えてた。続いてこの A または B、 これでもいいしこれでもいいよっていうものに関しては、結局こっからここまで OK ってことですよね。まあ、3はここイコール入ってるので、どっちの3入るので、もうこれでもいいしこれでもいいわけだからね。そうすると結果的にこっからここまでくっつけてあげればいいので、1より X1 より大きくて5以下と、ね、これがまたはカップ A カップ B だとこうなるよということですね。いいかな。はい、以上で解説終わります。では